スーパートレーダー TV。 貿易収支は国の経済力を示す大切な指標です。1年の間その国の輸入と輸出の差を表す指標です。貿易収支はその国の国際収益統計で一番大きな部分を占めます。貸し方には輸出、国内経済における海外からの支出、そして国内経済における海外からの投資が含まれます。一方貸し方には輸入、海外からの援助、海外での支出、海外に対する国内からの投資が含まれます。国には貿易赤字というものがあります。輸入量が輸出量を上回った時です。その反対が起きた場合、貿易黒字と言います。黒字は輸出が輸入を上回っていることです。赤字はその反対を意味します。貿易収支が黒字だと、その国の経済の競争力が高いということを示し、取引に適したチャンスを生み出します。スーパートレーダー TV。